東京ハンユーチューバー2013冬、無事に千秋楽を迎えることができました。見てください、この素敵なお花、今回いただきました。とっても嬉しいです。どうもありがとうございます。今回ミクはミュージカルの第2話に出演いたしました。アンティークアンドロイドというお話です。そのお話は未来のことなんですけど、一家に一台、いや一人に一台アンドロイドを持っているんです。そのアンドロイドは持ち主が変わるたびに全部記憶が初期化されてしまうんですけれども、アンアンというアンドロイドはなぜか一部の記憶だけ再生されたんです。ミクはその再生された記憶の中にいる小さな少女を演じました。その少女は引っ越しをしてしまうんですけれども、お友達と離れるのが嫌で家出をするんです。ミクは本当に家出をすることを考えて、本番でボロボロ涙を流しながら演技をしていました。最後に2話で1列に並ぶところがあるんですけれども、みんな泣いた後で目がボンボンで演技をしてみました。そして今回で笹塚の俳優市場が最後でした。次回は5月2日から5月6日まで築地本願寺のブディストホールで行われます。そちらもぜひぜひ見にいらしてください。よろしくお願いします。今回いただいたプレゼントはまたブログの方でご紹介いたします。それではミキュリンリン、バイバーイ。